んにちは、とさんぽぽんです。今日は8月15日、お盆の真ん中です。今日は西日本に台風が直撃している中、今は愛知芸術文化センターに来ています。こちら名古屋市内の会場の一つですね。西日本は雨で大変なようになっているんですけれども、今日は愛知まさかの晴れです。そして今目の前には作品が一つございます。これは誰の作品かというとですね、ジェームズ・ブライドルさんの作品です。実存する無人偵察機 RQ-4 グローバルホークの実物大シルエットをこちらに写しているようです。こんなに大きいんですね。これをもとに皆さんにいろんな議論が巻き起こればいいなということを書いていらっしゃいました。で、名古屋市内の、展示会場情報を少しご説明いたしますと、こちら愛知芸術文化センターは10時から18時まで、こちらから歩いて約どうでしょう、20分ほどのところにある名古屋市美術館は9時半から17時、そして少し離れたところにある遠藤寺エリアというところでは12時から20時まで作品を見ることができるということです。今日はまず1つ目ということで愛知芸術文化センターに来ています。さてさて、どんな作品が見れるのか楽しみです。ではでは。